はい、皆様こんにちは。ガボロトリー将軍でございます。これ本日のこれちょっと見て何にもおかしくない普通の、ドッグタグに見えると思うのですが、これと思うと、これがその何だというと、これ実はハーフなんですよね、これ。これフルサイズのように見えますが、これハーフサイズなんです。こんなちっちゃいんです。まあ、ついでにこれあったんで持ってきたんだけど、これインターのハーフ、ドグタグなんですね。で、これはじゃあ何なんだというと、これ、わかります？これ。小指サイズ。まあ、親指サイズ。小指、人差し指。まあ、この小指サイズですね。8分の1ドッグタグです。本邦初公開。多分。で、じゃあこれは何かというと、これはクォーターの小豆、スモールオーバルです。クォーターですよ、これ。ハーフみたいに見えますけど、これクォーターなんです。ちゃんと大きさもやっぱり違うんですね、これ。よく見ると よく作ってますわ、これ。だからこういう大きさがいびつで、ちゃんとガボールの石をついております。ちゃんとできてます。で、これ、まあこういうふうな感じで、これをまあこう丸カンもちゃんとして、ちゃんとできてます。で、T バーもこれ何なんだろうね、これクォーターぐらいですよね、これ多分。ちゃんとスカルもこうなってます。まあこれはちょっと面白いと思うんですよ。これちっちゃいから金で作ってもいいんじゃないかなみたいな感じです、これ。このスモールオーバルもちっちゃいのがついてます。まあ多分これはこれでクォーターぐらいのスモールオーバルだと思うんですけど、これは8分の1の、クォーターのヘビーワイドオーバルだと思います。で、これが8分の1のドッグタグです。こんなにちっちゃいです、この小指と比べて。もう一度見せますね。これハーフです。まあフルサイズがなかったんで、フルサイズももうもっともっとでかいですよ、これ。もうこんなんじゃないです。まあこういう感じで、本日は失礼させていただきます。ご清聴ありがとうございました。